今の件はなんかピックアップしてちょっと進んだところでもう一個取りに行ってくださいって言って、千駄ヶ谷と恵比寿って反対方向だったけど、同じ方向だったらって一人で2件運んだら、そこ1人2人でやる、そう2人で運ぶとこに1回ですよ。そんなに2件目のドロップの人は一時的にちょっと遅れるけど、結局長期的に考えたらその方が持続可能な。渋谷から東品川とかそんなの一軒ずつやってたら、そんなんドライバー足りないじゃんって。自転車で渋谷から青物横丁とかまで行って、大崎とかも遠いけど、行って帰ってくるだけでもう1時間半ぐらいかかる。またその渋谷に戻んなきゃいけない。他のやつだったらそのドロップした先でまた取ってみたいな、そういうのできるけど、一回戻んないんだ。だから2件3件っていうのも別にそんなに常識的なとこと考えないで、言ったら8件9件ぐらいできる、その配車次第で。極端な話、同じ時間帯に同じ時間に千駄ヶ谷1丁目に、6件オーダー入ってて、で量がそんなに多くなければ、6件千駄ヶ谷1丁目だったらまとめて、配達しちゃった方が楽だ。しかも普通に考えて6件ピックアップっていうとちょっと非常識に感じるけど、普通に1つの注文で6袋とかたまにあるから、それが同じなんだ。1つの注文でクレープそので20本頼むのか、2本1つの注文で1つの注文で2本マリオンクレープ2本を10本じゃない、10個注文、同じだからね。バッグに積む量は同じだから、考えたら別に2件3件って別に案件とかも別にそんなん考えなくていい。言ったら何だっけ、
ローソンの唐揚げくん1個頼むやつ、頼む猛者とかも いるけど、普通にあのホットモットの白身魚とか、白身魚1軒とか、そう、あんなのだって100円だ。唐揚げくんなんてだって普通のバッグに100袋ぐらい入る。で 100袋で100件同時配達できるってことは、要するに100件、そうだからそう、そういう時間で一番最後のスタート、数じゃなくて、その積載量で決まるんだよ。限界は要するに水、2リットルの水10本とかを100件注文、同時配達とかできない。極端だ。唐揚げくんは100本って100件注文できる、配達できるから。別にそんな件数で3件までの、そんなん別にいいの。3件とかはただ単に他の業者さんが やってる常識的なことイメージだから。だからそのフードショーは特にそのもう出来上がってるから、弁当とかばっかとかだから、中華みたいにその注文入って作ってるわけじゃない。だから六本木ヒルズの中華とかをその5軒6軒同時配達したら、それは6軒目の人とかはもうせっかくね出来たてのやつ食べたいのに、なんかめっちゃたらい回しっていうか、まあ後回しにされちゃって。その配車効率考えて、それで届いたらめっちゃ冷めてたみたいな。まあ1件届けても普通に冷めてる時とかざらにあるけど、こうちゃんとしてなかった。それだから中華とかダメだけど、その弁当とかその日用品とか、あのなんだっけ、そのだから百貨店とかコンビニ系、あとそのなんだっけ、オーベキとかそういうスーパーとか、そういうそのあ作ってないやつは、作ってないっていうか、もう既製品はもうだから詰められる量を詰めるのよ。そう。で、その配達によって、持ってるそのバッグの積載量って違うから、そう。積載量違うから。あれなんだけど、だからそ